美味しい焼肉屋今から行くから教えてあげるから。焼肉ちょっとフィルターつけた、たるみがすごいからフィルターだけ。かっこいいでしょ。いや、まだ内緒。配信できるかわかんないけど、多分できると思う。外人だから。ウォーカーみたいなのあるやん。ウォーカー、今日東京行くか迷ってる今。中村と養分はどうなったの結局。中村は来る野球。中村が来ないんだったら行きたいけどな。中村来るの野球。来るの来るのかよ。どっち若い。中村来るんかよ。クビになったじゃないの。養分はフワの中村ブロックしたまま。わかんない、どうなんだろう。来ない、来ないんだったら行くか。来ないんだったらクビだと思うけどね。カルチャーけど和解した。野球は首のままなのか再雇用なのかどっちなんだろう。今から行く東京新幹線で。何の道具もないんだよな。肉食べてからグループライン追加されたの。機長がクビにしない。じゃあ行くの、ね、見よう。じゃあ高橋が招待した。じゃあ行くの、ね、やめるわ。中村が来なかったら行こうかなと思ったけど。手怪我してく行かない。本当ちょっと待って、めちゃくちゃ混んでないこれ。嘘やろ。うわめっちゃ混んでるやん。うっそ、次やろ。ここ行こうと思ったのに。めっちゃ混んでる。混みすぎやろ。無理やわこれ。並んでまでやわ。並んでまで食いたないわ。めっちゃ人気や。混んでるわ。ご配信できるって聞いたんだよな。ライク人気。どうする。一人焼肉大人気なのこれ。外人さんどうしようかな。何食うか。まあね、お肉ね、あの安っぽい肉がうまいんだよ。ちょっとスタミナ太郎的なね。肉鉢しかないんやな。肉鉢になっちゃうよな。いや東京今日行ってもいいけど。探すか。ちょっと寒いな。頭が寒い。横が寒い。後ろも寒い。寒い。耳も寒い。切りすぎたかも。寒いよ。
北海道春か。東京で何するの？野球、ビアタツマチ、車やラーメン、ラーメンショップ行く。加藤サレに会う。あと山岡やラーショー行きたい。うまいラーショー。豚汁専門店。うまそうやな、豚汁。甘太郎。うわ。うまそうやな。居酒屋だ。建築林っていうのあれ。刺身、あ、大吉行きてえな。大吉遠いっけ。大吉遠いよな、やっぱ。まあまあ遠い。美味しくない？お肉な。何でもあんだ。甘太郎、俺のことフォローしてる？スニーカー買ってようか。うん、見せて見せて。あ、フォローしてるね。スニーカー買ってようか。うん、俺のことフォローしてたらスニーカー買ってあげるよ。フォローしてる？俺のことフォローしてる？買いに行こうか、スニーカー。うん、見せて見せて。あ、フォローしてるね。うん、じゃあ買いに行こう、スニーカー。してる？フォローしてる人いたら声かけて、スニーカー買うから。うん、好きなの買ってあげる。フォローしてる人限定ね。いいよ、2足までね。スニダンはか、 ABC だったらいいよ。スニダンはか、30万とかあるから、50万とか。ここ配信できるんだよな。配信できるんだけど、うまくないんだよな。うまくないんよ。うわ、ご利益ありそう。何これ。なんだこれ。金の招き猫、ニューオープン。何これ、こんなんできた。座って写真撮るってこと。ここにちょっと撮らせてもらおうか、軽くふわっと。ご利益あるで、これご利益。ご利益ありそう。なんかねえかな。串カツ、串カツな。法善寺、あ、お寺なんだこれ。線香癖、お寺なんだ。
コーゼン、こっち行ったことないな、コーゼン寺一人前こっち行ったことないわ、お酒飲まない、フグ原品フグ天然フグ、英語フグはあんま好きじゃない、うわ横綱すごい日本一すごい、メニューが豊富、すごいすごいすごい、横綱串カツ、串カツな、そんなにやな串カツはな、そんなうまくない、あ、もつ鍋あるじゃん、うわこれ食われへんかな、こんな8人前、うわ横綱やねこれ、うわ3000円爆盛り、うわすごいな爆盛りや、横綱やこれ、これ食いたいな、これ鍋食いたい、いや無理やろ、鍋食いたい、行ってみたな、女子受けいいかねこの髪型、どうだろうか女子受け、モテるかな、ここにも横綱なんだよ、横綱めっちゃあるな、女子受けどうなんす、占いの館、占い、ああいうのがいい、絶対言ってくるよなそういうやつな、前のがいいとか、いいやんね、楽しそうやん、すごい人が、サングラス買うか、サングラス、すごいね人が、見てくれ、ありがとうございます。
すごいね、人が。SNS やイベントをきっかけに新たな構成員を獲得している。これはサンタクロースですよ。何をしに来てんのこれは。この人らはでもいざ出すってなるか。それはそれ何を求めてるの。便秘薬の診察、昼間はほんま来たらあかんない。外国人ばっかりやん。昼はあかんわほんまに。すごいんだよ人が。あ、警察官、外人が職務質問受けてる。路上でなんか言ってたんだけど、路上パフォーマンス。こじき行為わかんのか。事情聴取だ。めっちゃ。そう。知名度ありようと思って、今回メンズ部門では。うわ、10個の5倍。さっぱりしました。どんつく。ミルちゃん50個。ナイスナイス、さっぱりした。焼肉ある。ここでしょ。どこですか焼肉。 N ちゃん焼肉あるんだけどさ、なんか怪しいよな。なんか怪しいよね。焼肉いっぱいあるんだけどさ、焼肉通りなんだけど。お、完全個室だ。完全個室。完全個室あった。でも俺好きじゃないんだよな、こういうの。いらんよな、脂身じゃん。いらんよな、赤身がいいんだ俺。カルビあんま好きちゃうね。赤身がいいよ俺。タンもいいね。ハラミとタン。この子の流行りの女の子、服とボインの女の子、こっちを向いてよハニー。だってなんだか、だってだってなんだもん。お願いお願い近寄らないで。気に入ったよ。かっこよくない？普通にかっこよくない？色もいい。めっちゃいい。めっちゃよくない？いいよね。イケオジ。アンドリア？いいやん。アンドリア？オンドリア？すいません、今やってますか？準備中？準備中じゃないんですか？やってます？何名様ですか？1人？
個室取れない。500でいっぱいです。うわ、どこになっちゃう？テーブル席。テーブル席。のれんでちょっと仕切られてる。のれん。ああ。個室じゃない、のれん。半個室みたいな。そうですね。テーブルも別なんです。テーブル別。ちょっとお客さん通ったらのれんはかけてるんですけど、うん、通るのはちょっと分かっちゃうんですけど。ああ。角だったらいいのかな、角、角、角の部屋、ね、開いてないんですよ、開いてない。ダメか、な、何時ぐらいに開くんだろう。角の部屋が次6時から5時だと思って1時間ぐらいしか開いてない。カウンターの角だったらいけんのかな、そこ。これタバコ吸えるの。吸えるんですけど、こちらもお客さん入ってます。あ、来るんだ、はい、うわぁ、どうしようかな、テーブル席。高いから6時までなら。6時まで1時間ぐらいしかないんですけど、あ、そこ行きましょう、じゃあ、はい、1時間で食べ終わればいいね。オッケーオッケーオッケーオッケはい、2回行きます。どうぞ、はい、お客さんご来店でーす。78、1人降りれてます。78です。ナンバー3、これ3で置いてます。はい、はい、どこですか、これ脱ぐ感じ、はい、脱いで靴ボックスに置いてみてください。靴ボックス入れて、どこに行けばいいの。はい、それ置いて。どこ、あ、ここ。サブライトでーす。個室やん。はい。個室やんか。本日はご来店ありがとうございます。はい、さっきお飲み物をどうされますか。あ、コーラ。コーラ。はい。かしこまりました。少々お待ちください。はい。チンビオールいただきました。4時間で終わりでいいですか。4時間で終わりね、あ、3人いいですか。今日4時間。いや、今日はもう4時間でいいですか。
いついてた。まだ早いか。